皆さんこんにちは、メルです。今日は、プリケツに見せるための私服紹介をいたします。でまずはですね、色ですね。色はもう私は絶対に前から言ってるんですけども、このグレー、このグレーっていうのはもう絶対なんですよ。なんでかわかんないけど、グレーって体のラインをマジで綺麗に見せてくれます。今着てるこのワンピースもタイトめワンピースでグレーなんですけど、ほら、これはフォーエバー21、多分もうね1800円とか、安い、めちゃくちゃ安いです。これはもうおすすめです。私が着ているサイズは XS で、ピタッとした感じを出せます。でこういう風に上からお腹が少し出るパーカーを羽織ることで、こういう風にお尻がこうプリッと出るので、上にこういうパーカーを羽織るだけでさらにプリケツ効果が生み出せる。続いてはですね、もう完全にヨガパンツ。ヨガパンツはもうほんと私服でいいと思います。私はなんかね、前に出した動画でヨガパンツ私服はやばいよみたいなこと言われたって言って、なんか禁止になっちゃったみたいな動画を出したんですけども、でもやっぱそのさ、好きな格好したらいいじゃんってもう思うことにして、やっぱりヨガパンツの色もこのグレーです。もう私ね、グレーもね、いろんな種類持ってます。種類だけでももう何種類も買ってるんですけど、トップスもグレーにしておくといろんな色とかも選べるし、靴とかも割とカラーとかも気にせずに履けるので大活躍してくれます。さらにグレーを着るときにもう一個ポイントがあって、グレーだったら何でもいいわけじゃなくて、一番のおすすめはこういうタイプです。はい、これの一番のポイントっていうのがここです。このお尻から上のこのお腹周りまでしっかりと生地があることがすごい重要なんですよ。普通のね、短いやつだとこうなってて、まあ履くとこんな感じになるんですよ。お腹の部分もしっかり隠れるやつを着るだけでこうなるんですよ。いや、かなり変わりませんか、見た目が。まあ、お腹の部分を隠すことによってプリケツとかね 20% ぐらいアップします。本当になかなかね、このね、ここがねしっかりねあるタイプの、ヨガパンツってそんなにないんですけども、これ今フォーエバー21で売ってるんで、ぜひですね見かけたら買ってみてください。これ1490円ぐらいだし安いです。次に紹介するやつマジでやばいです。これはもう本当にインスタとかね、ツイッターにあげたら女の子からめちゃくちゃ質問が来るぐらい、こちらです。でーん、これももう見た目一見普通のねヨガパンツみたいに見えちゃうんですけども、これはなんとプリケツに見せるように作られたズボンらしいです。バドンカドンクっていうとこのブランドのものなんですけど、マジで履いたらびっくりしました。これ本当にプリケツに見えるんですよ。ちょっとじゃあ実際に履いてきます。はい、ということで実際に履いてみました。ではちょっと披露します。じゃん。ということで、これがその先ほど言っていたバドンカドンクのこのパンツなんですけども、いや、やばくないですかこれ。本当にめちゃくちゃプリケツに見えるんですよ。まあ、ポイントとしてはここの真ん中に線が入ってるっていうのと、多分この周りに広がる感じ、こうやってお尻のねこのラインをしっかりと出してくれてるからプリケツに見えてるんだなと思います。マジでびっくりしました。履いた時に、本当にプリケツに見えちゃうって思うぐらい、マジでプリケツに見せれるスパッツです、これ本当に。で、生地もね、すごいね、厚いし伸びやすい。でも海外のものらしいんですけど、サイズ的にはですね、私今これ履いてるのが L サイズなんですよ。普段の、まあ、フォーエバー21とか GU とかで買うやつは普段 S サイズとか M サイズでも入るんですけど、これは L サイズで結構ピチピチしてます。なので海外のものにしては意外と小さめなのかなと思うので、もしね気になって買いたいなって思う人がいたら、ちょっと大きめ選んだ方がいいかもしれないです。ということでですね、今日はプリケツに見せるための洋服を、紹介いたしました。そんなにねいつも紹介してると変わんないじゃんって思うかもしれないんですけども、ポイントがね結構あるんですよ。なので皆さんもぜひちょっと参考にしてみてください。ということで今日も見てくださってありがとうございました。この動画がちょっとでもいいなと思ったら
高評価、いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた見てください。バイバイ。